はい、今日もデスピサロ占いやっていきましょう。今回は、魔法使いでいきます。調べてみたらね、魔法使いの職業専用の、魔王っていうのは今いなかったんですよね。ゼロなんで、共通の魔王をとにかくたくさん入れるっていう感じですね。はい。あとはメラ系ではなくヒャド系、あとそうですね、地図ですね。地図から魔王が出た時にもその魔王としてカウントされるそうなんで、魔王魔王魔王で行こうと思います。行きたいところなんだが、ショップ、カードパック、まずは1日1枚無料から。いいね、ニューが出た。1日1枚無料からニューが出たのはちょっと嬉しいです。プレミアムスノーモン使わないけど、あとはこれ、ログインボーナスで週に1回もらえるやつでチケットもらいましたと。結構ね、魔王、地図から出てくる魔王が結構強いやつが多いんでね、例えば竜王とか出てくるとかなりお得ですよ。まあ竜王が一番お得だと。お、ニュー持ってなかった。ちょ、奥の道、これ誰も使ってないやつだね。タロットフリングの方がいいだろう的な。はい。あとはメダルから、メダルが溜まったんで、メダルからチケット交換して、新2段を5枚手に入れましたと。他になんかメダルの使い方で、いい使い方があったら教えていただきたいです。カードパック引く以外にメダルで、いい方法があればと。まあ、メダル20枚で1パック引ける。僕が欲しいのは伝説とレック。これがなかなか来ないね。の新2段の中から。まあ、作ってもいいんだけど、こう引く楽しみがなくなるんで、ね。来ないね。しかも、ほぼ天井にならないと来ないって感じだよね、最近。まあ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 。スーパーレアが2、3枚出たかなという感じですね。お、レジェンドレアチャージ27になったんで。明日は何が出るでしょう。ということで、ランクマン行きましょう。いやー、どんだけ魔王が出るか。竜王出てほしいなというところに期待。もちろん地獄も2枚入れて、地図によって出てくる建物がめくりやすいようにしております。最近ね、ピサロ魔剣士魔王魔剣士が本当多すぎて、みんなやること一緒なんでちょっとつまんないなと思ってこっちにしてみましたと。でんだみたいな。今はちょっと地図が先に欲しい。来ない。ロード寿司も地図のために入れましたと。お、星屑いいね。問題は星屑でピサロナイトをやっつけられないという悲しみがある。どうするかな。これ、ここに一点打つ理由があんまりないよな。本体か、もしくはスライムあたり。これがつまんないんだよな。なんか出してくれば嬉しいんだけど、来い。こうないな。これだと、これ、こっちに打つしか。この2点が痛いんだよなぁ。私のターンだ。あ、でもこれ使っちゃうと、妖術師で出てくるカードがあれになっちゃうか。わぁ。これはひどい。星屑連続。悪くないぞ。何が来るかしら。打ちたくないな。ちょっと悲しいが、もしかしてもう一回打っておこう。
やることないんで。もうできることはないみたいね。これが次、妖術師がすごいいい仕事をしそう。もしくは地獄。2点のやつ出してくれれば。ドレアムが今使いづらい状態だね。ピサロナイトしか死んでないから。ああ、それでくるか。私の方出しやがった。いるか、悪魔いるか。超珍しいな。これはこれでいいっしょ、地獄で。次、これが楽しみだね。メルバースが。珍しいね。イルルカ。いや、イルルカ魔王だな、これ多分、やりたいの。悪魔ではなく、だってこれゾンビだもんね。そう。魔力解放。何出してくれ ?7 で。神竜王か。これは強い。一体何の卵かな。卵ならなんとかなるな。これだ。ベロニカでなんとかできる。なるほど。なかなかやるじゃないか。これ1枚引くにした。なかなかやりますな。しかし、ベロニカでなんとかなる。ナイスベロニカと言えるだろう。ベロニカ様の出番ってわけね。ほらほら、そこを解きなさい。これこっちでやっつけた方がよくないか。そうだね、あえて使う必要もないか。あ、だったら先に殴った方がよかったな。しまったな。なんか回しますか。1枚欲しいから回そう。だったら先に殴ってからの方が良かった。あー、ゴミが来ちゃって。まあ、ぼーっとしてらんないわ。一日向こうから殴ってくると思えば。もうできることはないみたいね。いい。何にするか。2点も入るし、まあまあ、このコイン邪魔だな、ゴミ。なんで一番いらないカードが来るんでしょうか。どこから殺せるか。ああ、楽そう。いでよ我が血族。でも死んで死ぬということ。ここはしっかり選びたいところだよな。私のターンね。死ねればいいんだろ。めんどくさいやつだな。くそ。ストーンするのが一番いいな。2点与えて。ダメだな。死なないとダメだ。3、2、1とやらないといけないんだ。あー、くっそ。死ねないわ、これ。よく見たら。だから、向こう殺さない方向で行こう。めんどくさい。じゃあ、こうだな。出したいが、こっちで行こう。いやー、弱い。なんていう弱さだ。攻撃力を上げろよ、お前。攻撃力を上げてほしかったのにな。
テンション上げたいな。魔王欲しいかな。さてこいつをどうやってやっつけるか。それをつけられはするのか。ここで1フィートが上げられるとこもある。そういうのやめてほしいんだよな。非常に困る。10点は出ないな、さすがに。何にしようかしら。出るか、頑張れば。1,2,3、4、5。ギリギリ出るか。固定、50ってなんだよ、50って。死ぬじゃねえかよ。まあ、いいか。準備万端よ。溢れるんだが。テンション回して、ウルノーガンの方が良かったかな。雰囲気が上がるだけ。なかなか魔王入れるかは難しいと思うんだけど。こいつそういえば封印されてるんだったな。なんか1枚手に入るかなと思って。このね、モンスターコインが邪魔。シャドとか出るよな。くっそ。さあ何を出すか。デスタムーア。デスタムアに当たってくれればいいけど、それ以外に当たるときつい。これ HP 上げちゃう。モンスターたちとの絆を力に。やっぱり。デスタムアに当たってくれればいいけど、そうはいかないと。ナイス。これはちょっと嬉しいな。これ何が？死んだときにカード引くか。なかなか良い、ね。いや、つけよう。これ行ってみようか。ロードとし。いいね。全部ゼロコスになると。魔王。魔王、魔王、魔王。何が来るかしら。魔王、魔王、魔王。回復1個ぐらい欲しいか。何が来るかしら。この終わりにしよう。無だ。すべてを無に。さあ、みんな、いらっしゃい。魔王引いてくれよ、どうするよ、これ。ミルドファース、強い。ダチェンジした。ああ、それが厄介だな。でもこっちから死ねば。ああ、この当たりどころが問題だな。どこに当たるかだな、これ。ここに当たっちゃうと、最低。ああ、でもミルドファース。面白いね、でも間に。何にしようかしら。さあ、どこに当たる？まあまあだな。これで死ねば、回復はなしと。
いいな、これ。お行きなさい。あなたの人間の世界へと。女神の加護を。さあ、いい、残り。なかなか良いぞ。守りましょう。ぼーっとしてらんないわ。これがいいわね。手札が何にするか。おお、いいね。アクバはなかなか当たりだね。いてつく波動。ブファー、ひどい。皆殺しだ。今手に入れてるね。だがそこまでだ。デンだ。デンだ、いいね。もうウモがってことが考えられるみたいな。出すかどうかはすげえ悩ましいってことになるな。後ろに出すっていうのはどうだろう。2、3、あ、足りないか。1個こっちに。サードだ。なかなかこれ使う機会ないから、コストを下げるで使うんじゃないかな。いるとしたら、あ、あれがいた、ゾーマがいた。しまったな、この置き方良くないな。ゾーマと、あとは究極エビプリ。問題は結構でも魔王出たから、あれ来てほしいんだけど、モコモコさん。まあでっかいの来ても売るのがでなんとかなるかなっていう作戦。うわぁ、滅び去る。まさかそっちを先にやってくると。さあ、行くよ。まあ弱めだね、これは。魔王めっちゃ出てるとこいいよ。さらに出ん。あれが来ない。ピサロが来てほしい。全てを無に。さあ、滅びサラ1枚使ったからもう結構厳しいでしょう。これが効いてるね。これモンスターコインいらないって言ったけど、これのおかげで、これがデンダザウルスが HP6 になってくれてる。うわぁ、6点。強っ。信じらんないってことだな。賢者の生まれ変わりよ。今は天下をするでないぞ。一点足りんのか。打っちゃうかな、これ。いや、まずこれをやってから考えよう。何枚だこれ。溢れちゃう。4枚いいよ。で、これを消滅。なかなかいいよ。さあ、どっちの魔王対決が勝つか。消滅あるし、4点ダメあるし、巻き跡がある。うわぁ、あいつか来るとは思ったけどな。本当に全体に悔しいな。
が血族無視して右点行きたいな。準備はいいか？お前たち。よし、1ピアフルか。うわぁ、1個あげられるとすげえ困るんだよな。私のターンね。ナイス、リーズレット。まだ相手なんかいるかな。リーズレット、まだでかいやついる？あとゾーマとかだな。ここであれつけた。消滅がでもあるから、なんとかなるか。リーズレット、困らせる奴は魔王でも許さない。雪だるま。ああ、あれがいた。究極エビプリがいるか。何が来るかしら。ぼーっとしてらんないわ。無だ。今は回らないはず。そろそろ敵が尽きるな。魔力解放。私に従え。何があるんだ。あれがいるか。ああ、究極エビプリあるんだ。ここで出せちゃう。強ー。出せないと思ったんだけどな。2枚手に入るのはきついな。持ってん。6点で終わっちゃうかな。わあ、6点で終わっちゃう。さあ、行くよ。デッキが少なくなってきたわね。あ、ツーマもいいんだけど、これが倒せない。マヒャドプラス消滅しかないな。のもありなんだが、回復が間に合わないな。いや、いい勝負だ。究極エビフリ来るとはな。まだいけないだろうと。それでは引き切ってしまえば向こうが負けだろう。4点ならいいんだけど、HP 上げてるからな、あいつ。魔族の王の力。めんどくさいね。見せてもらおう。このバラモス様と戦うこと悔やむがよい。思い知らせてくれるわ。両方倒すのが難しいような状況に仕上がって。ミラージュ。お、究極エビプリ？待て、エルミラージュ。エルミラージュ、全体5点ダメージ。あ、いいね、いいね、いいね。回したら勝てる？回したら勝てる？ちょっと回してみよう。回さなくても勝てる。やったー、勝ったよ。素晴らしい。これはピサロ。ピサロ占い勝ち。
お互い占ったけど、こっちの占いの方が上だったという。4点ダメージ、4点ダメージ。あと、回復消滅消滅っていう最強のやつが、22できたね。いや、これは楽しい。やってみましょう。いやー、単純な魔王、魔剣士、ピサロデッキよりもこっちの方が楽しいね。はい。いや、これ勝った感があるよ、相手に対して。